はい、レースゲーム苦手な話レースゲーム苦手な話私ねあのシューティングゲームが好きっていうか、まあ、得意なんですねシューティング何かって言ったらゼビウスとかねそういった 2D のシュ,シューティングゲームじゃなくてゲーセンとかで置いてある筐体でガンがついてるモデルガンだけどねモデルガンがついててそこから光が出て画面に光当ててで まあ、西武のね、ガンマンの気分になれるとか。はい、そういう、シューティングゲームね。えー、例えばゾンビがいっぱい向こうからやってきて、画面上ね。で、こっちも、その、モデルガンみたいに銃が備え付けてあるから、筐体に。で、撃って、で、倒していくみたいな。そういった、シューティングゲーム。これがね、私ね、得意なんですよ。すごく得意ね。もうね、2、300円もあればね、あの、エンディングまで行っちゃうよな。 そういったね、あの、得意だし、好きだし、簡単だと思えるんですね。うん。動体視力はね、高いのか知らないですけど、すごいできるのね。だけど逆にですね、弱点もあって、レースゲームが不得意なんですよ。レースゲームっていうのは F1 のーカーに乗って、あるいは普通のね、あのーえー、自動車に乗って、で、行動をね、レースとか、レース場を、 スピード出して走るとか、そまレースのものね。あれがねあの、例えば家でやるビデオゲームね、ファミコンとかのね、ビデオゲームはですね、この十字キーで操作するから、普通の車の操作とは違うわけですよ。だから不得意でも仕方ないですよ。十字キーでちョン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 ってやってで、ブレーキとかも違うし。はい、だから不得意でもまあしょうがないと思うんだけど、 ちゃんと筐体のあるね、ゲームセンターとかで置いてある、四五台並んで対戦できるのがありますよね。不安のね。ああいうゲームをやったこと何回もありますけど、もう仲間で言っても最下位なんですよ。すぐね、事故っちゃうし、コースアウトしちゃうし、自分がどこ走ってるか見れないし、あと、そのどのタイミングでね、ギアをチェンジしていけばいいか、よくわからないと。うん。えー 私ね、あの、マニュアル車運転できないわけじゃないですよ。免許もねあの、マニュアル車で取ってるし。まあでも、免許取った時からマニュアル車は全くう運転しない。もう、オートマ車ばっかりなんだけどね。家がオートマ車だからね。あの、だから、えー、まあ、オートマとマニュアルの違いあるんだけど、でも、レースゲームの筐体でも、オートマ選択できるんですよね。f アンカーでもね。 オートマはいつも選択して楽してやろうと思うんだけど、やっぱりなんかね、急に S 字とか出てきて曲がりきれないんだよね、コースアウトとか。あと、しまいにはですね、どっち、スピンしてどっちに走ってわかんないのって逆光しちゃうってうね。逆光に気づかないのがこう、逆行してますよみたいな感じで、えー、こう、お知らせが出たりとかね。はい。 だから仲間とね、知り合いとかとね、行ってゲーセン行ってね、たまにはレースゲームもやりますけど、いつも最下位とか、その辺なんでね。で、一人でゲーセン行った時も、まあ、もう苦手なの分かってるからやらないですよね。はい。というわけでね、レースゲームがね、めっぽう苦手で、これなんかありますよね。あの、なんかありますね。あのゲームの得意苦手っていうのは。 えっとね、パズルゲ、パズルゲームが好きな人とかね、いますよね。あと、シミュレーション、RPG が好きな人とか、いますよね。うん。で、私はね、あのー、シミュレーション RPG も好きなんですよ。なんでかって言ったら、コマンドを入れるまで考えられるから。ドラクエとかね、敵が出てきました、コマンド入れるときに自分で考えられますよね。あれ、10分でも20分でも考えられるから。 まあ実際にはもう1分ぐらいでね、難しくても1分ぐらいで入れるんだけど、だから、そういったね、思考ゲームが好きなのかなと思うんだけど、でもなんか、先ほど言ったガンシューティングゲーム、あれ思考じゃないですよね。もう条件反射的にね、敵が出てきたら撃つみたいな。で、もちろん、その、多少は思考もするんだけど、時間が限られてから、どんどんゾンビが前に来てね、 もたもたしててやられちゃうから。だからもう決断はねもう、もう数秒で1秒とかやらなきゃいけないから。だから考えてる暇なんかないんだよね。来たら撃つみたいなで。優先順位も、敵の優先順位も考えるけど。だけどそんなこと言ってたら、あのー、10体ぐらい出てきただけね。もうどうしようもないから端から撃ってくわけだからね。はい。というわけでね、ねこのレースゲームが苦手っていうことに関して、やっぱり人の得意、不得意っていうのを、 ゲームはね、明確に出ますよね。だからゲームであれば何でも得意っていう人はね、私はね、そんな人いるのかねと。あの、そんな人、滅多にいないんではないかと。うん。どのジャンルのゲームも得意でこなしますと、好きですと。で、どのジャンルのゲームも、人よりもね、何倍もできますよっていうのは、そんなのあるのかなと。うん、思いますね。